これキスがいるとこ見つけるしかないもんね。はい、皆さんおはようございます。季節にやってまいりました。鋸南のね、穂田港にやってまいりました。ここのところのね、放送は週末に結構なね、南風が吹いてた感じですけども、今日はね、穏やかな好天になっております。まあ昨日まで荒れてたってことで、あまりね、期待はできないのかもしれないですけど、久しぶりに荒れてない天気で季節釣りをやっていきたいと思ってます。海水浴のあれだね、部位があるから釣っていいエリアってのがちょっと限られちゃうね。海水浴のすぐ脇でやっていこうと思います。今日はね、さっきまで長靴を履いてたんですけど、さすがにもう30度近くの気温になると長靴は暑くて着てられないですね。はい、じゃあ早速やっていきましょうね。サップをやる人が増えましたね。サップで釣りをするってのもいいかもしれないですね。ちょっとね、実は憧れてたりします。あそこにも一人いますね、釣ってる人は。サップで、あそこに岩が見える向こう側が元名海岸なんで、でその先に見える、岬、あれが明金岬なんでね、意外と近いですよね。で南側を見ると、その先の岬を越えたところが、龍ヶ崎堤防のところですね。ちょっとこの人たちの向こうに行こう。集団がいるな。でもここがなんかね、海底の色はここだけね、ちょっとね、白いんですね。ちょっと変化があるんで来てみたんですけど、どうでしょうね。今年の房総はあんまりキスが釣れてない気がしますね。コメントでもそういうコメントも多かったし、接岸が遅れてるのか何なのか、南風で荒れる日が多いんでね、そのせいもあってか、あまりキスがね、岸に近づいてないような、そんな感じもしますよね。全く当たりがないね。フグすらもいない感じだね。この調子だと秋爆釣するかもしれないですね。まあもしくはね、今年はエルニーニョだなんだってのは言われてるんで、海水温の変化はやっぱり魚はね、敏感ですからね。もう子供たちはもう海水浴してますけど、まだね、意外と冷たいね。これ水入ったらすごい寒いんじゃないかな。毎回言いますけどね、キス釣れ始めで怪我しちゃったんで、その頃がもしかしたら一番釣れてたのかもしれないね。沖に行かないと釣れないのかもしれない。いや、それにしても当たりがないね、全く。どうなってるでしょうか。まあ、ちょっとね、時間遅いってのもあるんだけど、今ね8時半ぐらい、始めたのが8時ぐらいなんで、始める前に観光客の人が話しかけてきてくれて、朝っぱらはね、相当な釣り人がいたそうですよ。それがルアーやってる人なのか、キスを釣ってる人なのか分かんないですけど、やっぱ夏の釣りは朝まずめが大事ってことですよね。でもこの時期になっちゃうとね、もう新米湖海岸は人でいっぱいだと思うんで、そうなるとね、釣りに行こうとは思えないんですよね。でも下手に南下するよりも富津でね、キスを釣った方がもしかしたら釣れるかもしれないね。全く食われてない。徐々にね、元名海岸の方に向かって歩いていってます。
がいるとこを見つけるしかないもんね。おっと当たった。これは来たんじゃない。ああ乗ってない。いい当たりだった。やっと居場所を見つけたのかな。初めて当たりました。ゴツンという当たりでした。キスじゃないかもしれない。たまたまフグかなんかが食っただけかな。ライントラブル。うわこれ結ばれちゃったな。よかった、届けた。ライントラブルのせいで仕掛けまで絡まっちゃいました。完全にかっちり結ばれちゃったんで一個切っちゃいます。まさかこんなことがあると思わなかったんで仕掛けをね持ってこなかったんです。ちょっと準備不足だね。こんだけ釣れないと無言になっちゃうね。餌でっかくつけちゃう。全く食われてない。どうしようもできないね。もうはい、完全に無音ですね。しんどいねちょっと。あそこの岩の手前でやってみましょうか。結局元中海岸近くまで来ちゃったね。この岩過ぎたら元中海岸だもんね。こんなことなら元中海岸でやってればよかったね。ここのね岩場にほど近いところでやってみましょう。もうちょっと右行くとね岩があるで、岩場をね示す V があそこに立ってます。あの V の近く投げました。その近くじゃなくてここをね奥ね見えるかな。あやっぱ引っかかるな。やっぱりこういう岩場を見ると岩場が恋しいね。もう竿振るのもねまあまあ大丈夫になってきたんで、もうちょっとしたら行きましょうね。まだグーがね、完全にできない。だいぶね、長くかかってますよね。ちょっとあまりにも引っかかるから、もうちょっと戻ります。はい、ということで今日は終わりにしましょう。穂高海岸に来てるんですけども、あそこのね人がいっぱいいるあたり、あのあたりが穂高海岸の駐車場なんですけど、駐車場にね止めて、2時間ぐらいかけてねここの海岸ずーっとね釣り歩いてきました。でもうすぐそこがね、元な海岸です。はい、そんな感じでねだいぶ粘ったんですけども残念ながらキスの顔を見ることはできませんでした。こんだけの距離釣り歩いてね一つも釣れないってことはいつもはないんでね、まあ、連日の南風による、濁りと、あとはね昨日までは荒れてたと
という感じなので、まあそれも影響してキスがね岸から遠のいてるという感じだと思いますね。はい、だいぶね粘ったんですけどもダメでしたね。今日はねほとんど風もないんで、こういうね穏やかな日はねキス日和なんですけど、自然のものというのはなかなかうまくいかないもんですね。はい、そんな感じで今日は終わりにします。いつもご視聴ありがとうございます。ライク、シェア、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。